はい。ということでオープニングご覧いただきました。今回からですね、低得の決断3パープキット4 Windows 95ですね。こちらをプレイしていきたいというふうに思っています。で、Twitter とかの方では少しお話しさせていただいた部分もあるんですけども、低得の決断3パープキットはですね、セガサタン版をつい先日、というか昨日ですね、購入しました。じゃあなんで今回 for Windows 95なんだという話なんですけども、言っても小中高大学とゲームばっかりやってきたので、ゲーム機、歴代のゲーム機とあと好きなゲームはたくさんあるんですけど、全部をね、常時部屋の中に出しておくことはもちろんできないので数が多すぎて。普段はクローゼットの中にしまってあるんですね。で、低得の決断2も終わって、対抗理事典5、細川藤田が悪名コンプリート物語も目処がついて、じゃあ次何やろうかなって、クローゼットを漁ってたらですね、剥き出しの低得の決断3パープキットが出てきました。箱も何にもない剥き出しでした。奥の方にね。これはと思って、今回ですね、セガサタン版のパープキットが届く前なんですけども、低得の決断3、Windows 95版のパープキットをね、やっていきたいというふうに思っています。では早速、プレイのを始めていきたいと思います。まず、シナリオ選択ですね。架空シナリオ、今ご覧いただいているもの、ご覧のように7つあります。この中では、例えばなんですけど、そうだな、41年ソ連参戦、下から3番目ですね。これなんかだとソ連はね、41年早々に日本に対して戦前を布告してくるという仮想戦記、仮想シナリオが遊べる。一番下の大和三番艦竣工なんていうのはちょっと夢があるシナリオになってますよね。で、パープキットで追加されたのが、おそらくなんですけども、ちょっと低得の決断3、最後にプレイしてからだいぶ時間経っちゃってるんで、うろ覚えの部分もあるんですが、追加シナリオがパープキットでおそらく追加されたシナリオだと思います。珊瑚海海戦とかね、第二次ソロモン海戦とかありますよね。で、あとは、無印からあるオリジナルのシナリオですね。で、今回はこの中からですね、決戦、レイテオ機械戦。これをやっていこうかなと思ってます。他のシナリオで言うと、真珠湾、あとミッドウェイとかは過去実況プレイでもやったことがあったかなと思うんですけど、決戦レイト機械戦とかでヤマトとこはやったことがないので、このあたりをね、プレイしていこうかなと思ってます。低得の決断4、ヤマトとこリベンジはね、もう何回リベンジやったかわからないぐらいでようやくね、クリアすることができたんですけど、これ、セガサタン版と PC、95版でどういうところが違うのかっていうのも実は注目してて、PS2 版の低得の決断4と、PC 版の低得決断法、いきなり法の話をしちゃってますけど、全く違うゲームになってたりするんで、セガサタン版と PC 版で違いがあるのかないのか、あるのであればどういった点が違うのかっていうのをね、見ていければいいかなというふうに思っています。ちなみに僕が一番難しいと思っているのは、低得の決断法、パープキット、PS2 版の大和特攻。これが一番難しいと思ってます。確か、棒の岬沖海戦っていうシナリオだったと思います。これはまたいつかやりたいなというふうに思ってます。で、低得の決断はですね、2、あとは、3はパープキットを、今からプレイする PC、Windows 95版とセガサタン版。あと、低得の決断4は PS2 版と PC 版持ってますんで、これからもね、末長く遊んでいきたいなというふうに思っています。で、難易度なんですが、すいません、今回リハビリなので、普通で行かせてください。僕が、実況ゲームするときは、特に断りがない場合は最高難易度、超級とか難しいとかでやらせていただいているんですけども、今回低得の決断3、お久しぶりなので、普通で行かせていただきます。では、これでプレイの方を始めていきましょう。陣営は2本でプレイします。で、司令長官。そうか、低得の決断だと、3だと、長官と参謀長の選択ありましたよね。レイテオ機械戦の時の連合艦隊の司令長官って誰だったかな？小沢さんですよね、多分。小沢さんだったような気がします。ちょっとじゃあここ小沢さんを使いましょう。小沢さん砲撃級。航空が31、まあまあっていう感じか。まあ失礼な言い方ですけどね。砲撃が9っていうのもなかなかひどい数字だな。まあ、ただ小沢さんは、レイテ沖海戦では空母部隊を率いていたと思うので、まあ、小沢さんでいきましょう。もし、すいません。僕の記憶間違いで、レイテ沖海戦の時の、連合艦隊の司令長官が小沢さんじゃなかったら、コメント欄とかツイッターで訂正していただければありがたいです。で、続いて参謀長ですね。参謀長は、お、草加さんいるな。草加さんにしましょう。やっぱり草加さんですよね、参謀長は。それにしても、連合艦隊の司令長官で小沢さんの次ってちょっとパッと出てこないな。誰なんだろうな。ちょっと調べればすぐ出てきそうですけど、ごめんなさい。知ってる方いれば教えてください。では、始めていきます。で、戦況報告せっかくなんで見ていきましょう。で、いきなり無音なんですけど、無印の時もそうだったんですが、いきなり無音になったりするところがあるんですけど、画面切り替わりで音戻ってきますので、ここはご了承いただきたいと思います。まあ、見ていただきながらでいいんですけども、今回の環境はですね、Windows 7で、この低等空間計算3パープキットは Windows 95互換モードで動かしてます。まあ、当然ね、完全互換ではないので、一部画面がちらついたりですね、画面が黒くなったり白くなったり、今のように音が出なくなったりする点はあるんですけども、以前低等空間計算3やった時の記憶であれば、画面を切り替えたりすれば、音も画面も戻ってきたと思うので、まあ、パープキットもね、同じく戻ってきてくれると信じてプレイしていきましょう。ちなみに、リハーサル、ロケハン一切やらずに、低等空間計算3パープキットはですね、このままプレイの方を進めてますので、ちょっと段取りとかね、うまくいっていない部分はあるかなと思うんですけども、プレイしながら改善して、セガサターン版とか、この先、低等空間計算3のゲームね、実況を進める上で、随時改善していきたいなというふうに思いますので、ここもね、皆さんのご意見、お預かりできれば貴重なご意見として、できるだけ反映させていただきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。では、このまま、シナリオ、戦況報告、見ていきたいと思います。レイテ沖海戦の時はトラックはまだ日本が持っていたはずですよね。サイパンとかグアムはもう完全に陥落。ラマウルとかもまだ確保していたはずだと思うんですけど、このあたりもちょっとゲームが始まってマップ見れるようになったら確認していきましょうか。どうしてもね、僕が好きなのはやっぱりミッドウェー海戦が大好きなもので、レイテとかで、マリアナ沖海戦とかになってくると少し、まあ、だからといってミッドウェーに詳しいわけではもちろんないんですけど、だいぶね、僕自身が興味深く調べるっていうケースも、レイテとかになってくると少なくなってきてしまうんで、皆さんからね、いろいろ教えていただきたいです。で、レイテに突入してくるアメリカ軍の上陸部隊を、おとり空母部隊、つまり小沢さんの艦隊で釣り出して、その間にレイテ湾に大和武蔵が突入して、基地を守備する、支援するっていうのが作戦だったと思うので、まずはアメリカ軍の空母部隊ですね、これを大和武蔵で捕捉して、撃滅するというね、戦いに持ち込めればいいのかなというふうに思っています。とはいえ、まず艦隊戦力ですね。これの確認をしないと、作戦も決められないので、そこをまずね、最初に確認していきたいと思います。高速で航行、レイテ湾に突入。肉を切らせて骨を断つ。まあ、肉に当たる小沢さんの空母機動部隊はたまらないですけどね。これは小沢さん、早速画面が白くなっちゃいましたけど、切り替えれば戻ってきます。はい。では、まずですね、艦隊から確認しますか。第1艦隊から、第10艦隊まで入ってますね。各艦隊確認していきます。まず第1艦隊。これ、小沢さんの艦隊になっています。東京にいますね。第1戦隊しか構成されていませんね。青葉、従順の青葉1隻。以下、軽順ですかね。あと、輸送船というものになってます。低等空間計算3の特徴的なところとしてですね、まあ、第1艦隊の中に船体が4つ組めると。第1戦隊、第2戦隊、第3戦隊、第4戦隊という形ですね。この戦隊は、特に第二次世界大戦期の艦隊運用でよく使われていたもので、帝国海軍でより顕著だと思うんですけど、第1戦隊に、今例えばですけど、駆逐艦、第1駆逐戦隊みたいな感じでね、構成されてたり、第2戦隊、第3戦隊みたいな形で、この第1艦隊の中にいくつか艦隊が、艦列が入れられるという特徴になっています。結構、この画面見ると思い出しますね。帝国の決断3をよくやってた頃。で、第2艦隊、これ栗田さんの艦隊ですね。ここに大和がいる、武蔵がいるはずですね。あ、いましたね。第2戦隊、旗艦、大和、武蔵、入ってますね。ちなみに、大和の能力、こんな感じです。主砲、46センチ、3連装。いやー、かっこいいですね。見た目見るだけで。大和と武蔵、違いで言うと、士気と連動以外は特になさそうですね。まあ、武蔵の方が、攻殻砲がね、多いとか、そういう、記憶がありますが、まあ、これは誤差の範囲ということでしょう。大和型の2番艦、武蔵。まあ、こんな感じになっています。で、これがブルネイからスリガオ海峡で紹介。まあ、つまりフィリピン、レイテに向かえということですね。これはこのままでいいと思います。続いて、第3戦隊。第3艦隊。これも同じくブルネイからフィリピン沖に向かえという内容ですね。艦隊の司令官がいない。まあ、せっかくなんで第一戦隊に誰か司令官当て込みましょう。まずこの作戦の長官は当然連合艦隊の司令長官である小沢さん。で、この艦隊、まあ、ブルネイにいる第2、第3艦隊かな。で言うと、もちろん栗田さんが、このね、部隊の指揮官ということになるので、栗田さんが中将だと思うので、栗田さんよりも低い階級の人、を当て込みましょう。そうですね。栗田さん中将になってますので、栗田さんよりも階級が下がる人、少々、まあ、こういうね、人事にもしっかり頭を使っていきましょう。まあ、ちなみに僕は全く出世とかには興味がないので、できればむしろ後輩にどんどん出世してもらって、後輩が上司になってくれた方がやりやすいかなって思うタイプなんですけど。で、第4艦隊に西村さんが入っていて、これもブルネイにいますね。なので、ブルネイには第2、第3、第4艦隊。で、これもミンダナオ海で紹介。なので、フィリピンに向かうという作戦になってますね。これはこのままでいきましょう。で、第5艦隊。これがルソン。これは、そうですね。これもフィリピンに対して向かっています。ということです。艦列確認しましょう。これも、従順、巡洋艦、白縫とか、このあたりは駆逐艦ですね。入っています。第5艦隊。これ見るともうフィリピンに先行してそうな感じだな。ここにいますもんね。フィリピンに先行中。まあ、先見部隊というような位置づけだと思います。で、東シナ海にいる第6艦隊。これも先見部隊ですね。もうすぐフィリピンに到着するという先見部隊。第5、第6艦隊がフィリピンに向けてすでに出航中ということになります。で、随格。随砲。これが空母機動部隊じゃないか。そうか。空母機動部隊に、ここに小沢さんを乗せなきゃダメだ。小沢さんを乗せましょう。で、小沢さんの第一戦隊。第二戦隊もそうだな少々クラスで誰か入れましょう。小沢さんが、中将なんで、少々で、誰か。城島さんを入れよう。城島さんの能力ってどうなってる？航空戦が37、潜水戦が45。まあ、ここはでもしょうがないっていう言い方があると大変失礼ですね。城島さんに、主力空母艦隊。まあ、おとり空母艦隊って書いてありましたっけ戦況王国のところには。の第2戦隊を任せます。で、あとはヒューガと一戦。航空戦艦ですね。第3戦隊にもせっかくなんで、誰か乗せてあげたいな。これも少々クラス。まあ、召喚じゃないといけないっていう、こともないとは思うんですけどね。召喚だともう誰もいない。いや、いるね。古村さんがいるね。古村さんは航空戦強い。これだとどうだろう。まあ、大淀千歳。このあたりも空母といえどどうなんだいっていう舞台だけどね。じゃあちょっと伊勢、日向見ましょうか。日向の方ですが、関西機数が0だね。これせめて載せてあげた方が良かったかなって感じするけどな。今からでも載せられるなら載せてあげたい。ただ、空母とはいえ、これ航空戦艦っていう位置づけなので、甲板がないんですよね。艦上攻撃、艦上爆撃機、いわゆる冷戦とかああいうものを載せられるものではないので、そうなると数がそもそもない。砲撃戦をやってもらうしかないのかな、日向は。ちなみに、伊勢も同じく関西機数は0になってますね。ここはしょうがない。残念ですが、このまま行きましょう。フィリピン沖で紹介です。第6艦隊。第10艦隊までありましたよね。で、第7艦隊。これが潜水艦ですね。潜水艦6隻、第1戦隊、第2戦隊で潜水艦です。潜水艦に強い人乗せよう、せっかくなんで。潜水。栗田さんが40。栗田さんはこの後突入してもらうからね。あとは西村さんももう入ってる。大村仙太郎。彼に任せます。これで行くぞ。で、第8艦隊は構成されてませんね。第9、第10も構成されていません。なので、事実上第1艦隊から第7艦隊までですね。で、第7艦隊は潜水艦隊になってますので、これを見る限り、水上部隊は第1艦隊から第6艦隊までという状況です。で、第3戦隊ですけど、これ途中で追加できるんだったら追加してもいいけど、できなそうですね。うん。各戦隊ごとの組み替えはできそうですけど、新たにここに、ポーンとどっからかね、空から降ってこさせて、艦列に加えるっていうのはできないようです。当然といえば当然ですけどね。ゲーム上だと、例えば、デッドオブの決断2だと、ハワイを占領したら、ハワイの基地に入ってすぐに、冷戦を補給できたりする仕様になってるんですけど、そういうね、空から降って湧いて出たようなことは、ここではすぐにはできないということです。では、艦隊見ました。続いて基地ですね。どこからどこまで誰がどう支配しているか。これってなんか補給船マップみたいのがあった記憶があるんですが、地図かな？補給。これで見ましょう。これのが見やすいですね。で、これを見ていくと、まずトラックは日本が持ってますね。このトラックは、提督の決断シリーズでは、どれでもとても重要な拠点になっていて、言わずもがな、ドックがあるんですね。太平洋で日本が持っているドックといえば、ここぐらいしか逆に言うとなくて、ここのトラックを失うとね、一気に戦線が後退するというのが常なんですけども、トラックはまだ一応確保してありますね。で、直縁が 50%、航空機が数はまだあるのかな、ないのかなっていうところの確認ですね。直縁率 50% とはいえ、航空戦力がどれくらいあるかちょっと、ね、しっかり頭に入れておかないと危険ですね。あと、ポートモレスビー。ここは敵。アメリカ軍が持ってます。ラバウルはまだ日本が確保。直縁17。直縁が17か。数がこれ多いと見るか少ないと見るか。あとは、ウェイキー。それにマーカス。硫黄島。もう硫黄島、次狙われてもおかしくないですね。サイパン、グアムはやっぱり陥落してますんで。で、硫黄島ですが、直縁 50%、10機。いや、10機で、硫黄島守れるのかっていうね、気がしますけど、ちょっと心配はありますね。はい。では続いて、あと確認をしておくことあるかな。兵器、ちょっと見ておきましょうか。艦型。これは正規空母でいうとどこまで開発済みかっていうことですね。結構僕ね、昇格型好きなんですけどね。あと、大砲も好きなんですけど、大砲はね、いかんせん艦載機数が少ないんですよね。ここでも53機になってますね。マックス機53。もちろん、大砲型になってくると、甲板に装甲が張られてたり、そもそも航空機も大型化進んでいるので、艦載機数が減っていってしまうっていうのは仕方がないと思うんですけど、それでも同時期に開発されている、アメリカ軍の主力空母になる SX 級、これ100機前後搭載できるので、これに比べるとどうしてもね、力不足な感を感じてしまいます。まあ、あくまでも僕の個人的な意見ですね。あとは、見ておきたいもの、戦艦。まあ、長門とかも好きなんですけどね。防空型に改修された、大和。これなんかもかっこいいですよね。はい。まあ、じゃあこんなところで、気になる戦艦とか、空母とか、何でもいいので気になるものあれば、コメントいただければ、スポットで、見ていきたいと思います。まあ、軍人もご覧のような形で全部、見れるようになってますね。はい。で、国力確認しておきましょう。ここの画面がちょっと大きくできれば見やすいんですが、できなそうなのでこのまま見ましょう。アメリカとの友好は0。タイは39。いや、タイとは仲良くしたいなぁ。もう、耳たこだと思うんですけど、僕はタイが大好きなんで、しょっちゅうタイに行ってたんですけど、ね、このコロナの話で今年はまだ一度も行ってないですね。12月に行ったのが最後。1月にタイの女の子が日本に遊びに来るっていうんで、一緒に北海道に行ったのが最後ですね。タイ絡みのネタで言えば。まあ、こんな形ですね。まあ、他国は見れないようになってます。ただ、アメリカだけは見れますね。ある程度。まあ、でも、アルミの備蓄数から鉄含めても全然違う。スターリンがいきなり選ばれてしまいましたけど、全然違いますね。作戦ですが、まずは、44年10月31日までレイテを防衛。今18日だったと思うので、まあ、13日間防衛すると。うん。レイテ基地の防衛ですね。軍令部。作戦室。では、作戦会議、確認していきます。艦隊に関し、助言を求める。基地に関し、助言を求める。図上演習。いいですね。この航空参謀とかってこういう風にちゃんと書かれると、なんか一気に気分が盛り上がってきますよね。せっかくなんで、じゃあちょっと艦隊に関し、助言を求めましょう。第2艦隊に関し皆の意見を聞きたい。聞かせてもらおう。第2艦隊というのは栗田艦隊、大和武蔵の艦隊ですね。まあ、みんな第2艦隊に、絶対の信頼を寄せているものの、航空参謀は、やっぱり航空参謀らしく、空母がいないから直縁がないから気をつけなきゃいけない。航路もちゃんと考えてねって言ってくれるのはいいですよね。はい。まあ、これであれば、本当にね、安心して栗田艦隊を突入させることができる。まあ、皆さんご承知おきの通り、栗田艦隊は、レイテ湾に突入せず、突如反転するっていうね、謎の行動。これどうして反転したかっていうのは語られないままのようなんですけどね。ここは突入させることを前提に行います。そうだな。あとは第6艦隊。これ、小沢さん、座上艦ですね。ここも確認します。まあ、指揮、練度ともに十分。基地に対する艦砲射撃にも十分な威力を発揮。うん。さらに、航空参謀は、艦隊への攻撃も十分に力を発揮できるということですね。いや、心強いコメントだけど、アメリカ軍はこの時点で日本軍の5倍以上の戦力を持っていたと言われているので、まあ厳しい戦いになると思うんで、ここは難易度普通であることで活かして、なんとか頑張っていきたいと思います。では、環境に戻ります。で、作戦をご覧いただいて、まあ選手はね、そのまま過去の戦いになります。では、早速、艦隊動かしていきましょう。各艦隊ですね、今、このまま、一旦ですね、0.2 に突入してもらいたいと思いますので、このまま時間を進めていきます。で、あとですね、環境設定最初にご説明しておきます。回線はですね、見ると結構煩わしいので、見ないでいきます。で、もしどんな回線のアニメが流れるかって興味ある方いらっしゃればですね、過去の僕の提督の決断3の動画で、特に第1回目とかは、最初なんで見ましょうっていう形で見せていると思いますので、そちらを見ていただければと思います。で、必要に応じて、こちらはね、見る設定とかにも変えていきたいと思いますので、一旦見ない設定でご了承いただきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。上枠基地守備隊と連合艦隊の司令部。まあ、これ、上枠はまだ日本軍が持っているので、攻め込まれているという状態ですね。打電、第2艦隊から連合艦隊司令部で、ブレネイ基地を執行。これで栗田艦隊が、レイテ1に突入を開始するということですね。これに随伴するのが第3、第4艦隊になっています。続々と打電されてきたんですね。このままブルネイ基地を出港し、レイテ1に突入ということになります。蘭軍基地から連合艦隊司令部。蘭軍もまだ日本軍が確保している基地点なので、敵に攻め込まれているという状態ですね。で、本セットご覧になりますかどうかっていうところですね。まあ、ちょっと初めなので、ご覧いただこうかなと思います。攻撃側イギリス軍ですね。守備側が日本軍です。カルカッタの航空隊。これ敵の航空隊。味方の航空隊かな。航空機30です。で、画面がですね、これ戦闘画面になるんですけども、まあ、いわゆる3階層になっていて、空戦。あとは地上、水上と水中という形になります。で、水中は、潜水艦ですね。で、上空は、航空機同士のドッグファイト。で、地上、水上が、まあ、例えば攻撃だったり、艦砲射撃だったり、戦車だったり、まあ、そういうところですね。では、ちょっとこのまま見ていきましょうか。敵の部隊は、よし、嬉しいのか。タイミング悪いのか撤収していきました。で、両サイド68から14失って54になっています。で、敵の航空機8機撃墜です。味方の直縁20、20優秀だな。これも難易度ノーマルの恩恵だとは思うんですが、このまま時間を進めていきます。右に見えているのがこれ艦隊ですね。で、ちょっとね、今画面が見づらくなっちゃってるんですけど、切り替えると全部見えてきますので、ちょくちょく切り替えながらですね、このあたりはやらせていただこうと思います。こんな感じで切り替えれば全部画面表示されるようになります。で、艦隊ですが、今どこまで進んでるかというと、もう 0.2 に到着しつつある艦隊もいますね。これは第7艦隊。潜水艦隊か。これは確かに先見の潜水艦隊として、レイテ1周辺で紹介活動に入ってますね。で、その他でいうと第5艦隊。第6艦隊が小沢さんの空母機動部隊ですね。で、もう一つ確認しておきたいのが、ブルネイから出港した艦隊。第2、第3、第4艦隊がレイテに向けて今、出撃をしたというところになります。ではですね、ちょっと今回おしゃべりの部分がだいぶ長くなって皆さん退屈されてしまっていると思いますので、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、レイテオ機械戦後編として、続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあと、アドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。